1957年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、坂畑正美監督の2年目のシーズンである。1954年から続いた3年連続の最下位に悩むチームは、今年こそ、なんとか5位と目標を立てた。しかし、2年目の秋山昇やゴ藤正俊、大石正彦ら投手陣の高頭に打線が報いることができず、 チームは、開幕から再開を独走。前年より借金は半減するも、打線の頻打などもあって最後は、広島との5位争いに敗れ、惜しくも再開脱出はならず4年連続の、再開という不名誉な記録を打ち立てた。投手陣は秋山が、負けが込みながらも24勝で2年目のジンクスを吹き飛ばし、打線の援護なく、開幕なら連敗を喫した。 ゴンドウも28連敗から脱出すると、勝ち星を重ね3年ぶりに桁の12勝を挙げて、チーム防御率は3.10と検討。打撃陣では投げ高打点の中で、青田のボルが22本塁打を打って、本塁打を獲得式を吐くも、それ以外の選手は不調だった。シーズン終了後、あまりの不成績に豪を煮やした中部オーナーは、森重を球団社長に昇平。 森の昌平が1960年の初優勝に繋がるが大物監督の就任を前提として森が迎えられたことは当時の主力選手は誰も知らなかった。味方の頻打に喘ぎ、1955年以来高騰してもなかなか勝てず2年越しで28連敗と不審だった近藤が7月7日の巨人戦ダブルヘッダー第1試合に完封し、 スランプを脱出したのが明るい話題だった。ありがとうございます。